チャージ症候群とは、先天性疾患である。多くの場合、鼻や耳、口など頭計部をはじめ全身滝にわたる障害を有する。これらの症状の頭文字をとって命名されたが、症状の組み合わせや程度は個人により様々であり、他の合併症を持つ患者もいる。難聴は92から95%に認められる。電音性か、感音性か、 混合難聴化は個人により様々。責任遺伝子は、常染色体8番92.1乗にある CHD7。すべての患者に CHD7 の変異が見られるわけではない。また、この変異の多くは、新生突然変異であり、チャージ症候群の両親が、この遺伝子の変異を保有している確率は低い。生命予後は、 似たような症状を呈する他の先天性疾患と比べ、比較的、よく、ゆっくりがが発達を続ける。2019年現在の日本では、1998年にブレークラが提唱した、大症状と小症状の組み合わせからなる診断基準が用いられている。詳細は、以下のリンク先を参照のこと。チャージ症候群の理解と将来に向けて、 石向け情報チャージ症候群に関する石向け情報診断基準1979年に BD ホールらが語尾公平さと他の合併症がある場合、一定のパターンがあることを報告。1981年 RA パゴンがチャージと命名。当時は責任遺伝子の同定が進んでおらず、チャージ連合と呼ばれていた。 2004年に常染色体8番92.1条にある CHD7 遺伝子の突然変異と関係があることが報告され、近年はチャージシンドローム CS と呼ばれている。ありがとうございます。